で私の先輩にあたる人がこんなことを言いました。今度生まれてきたらスカイダイビングをやりたい。あんな面白いスポーツはないと。こういった先輩は22巻500あるんですが、背はまあ人並みですから、それだけ横幅があるわけで、言うなればデブちゃんです。なるほど、落花山は大空にパーッと咲いた花です。青く澄んだ空に白い傘がいくつもいくつも開くのは色の調子といい、見ていて実に気持ちのいいもんです。そこで先輩が、今度生まれたらええスタイルで飛び降りようとこう思うのも無理ございません。ですけど、こんなに立派に地面に降りられるまでどんなに厳しい訓練をせねばならないか、こんなことはご存知でしょうか。夜ではありません。朝の5時半、みんな車を飛ばしてご出勤です。ここはアメリカ・ジョージア州フォート・ベリング基地、落下山の学校がございます。今聞こえてるのはカーラジオ。朝からジャズ聴いて不謹慎な、そんなことはありません。6時までは自分の時間です。それからピシッとやればよろしい。この人、ヘナ軍曹と言います。ヘナ軍曹、変な軍曹じゃないです。ヘナ軍曹、落下山学校の先生です。おはようございます。そして、ヘナ軍曹の一日が始まります。午前6時、学校の先生たちは集まります。生徒さんたちより30分も早く一日が始まります。みんな真っ白いアンダーシャツ1枚。これが先生のユニフォームなんです。エディ、サージェント・スミス、マイケル、カンパニー CQ on the 7th of September。サージェント・ハル、yours is the 3rd。サージェント・グリーン。そして今喋っている人が先生たちの親方です。今日の訓練について伝える。今日は訓練協定第2週第4日である。この辺で仕上げにかかってほしい。本日は日本のテレビが来ているが、あんまり構わんでよろしい。ほっとけ。生徒にはいつもの通り厳しくやってほしい。ヘナ軍曹、両手をすり合わせて、よし、今日もやってるぜ。6時半、仕事始めのラッパが広い基地内に響き渡ります。男前の儀仗兵さんたちによって星条旗が掲げられます。あまりお家にせんといてほしい。今朝まだ冷えそってないんですから。やがて大砲の響きを合図に星条旗が上がります。ちょうどてっぺんまで来た時、風が吹き出しました。ああ、今日もええ一日になるやろう。ともあれ、一日は始まりました。生徒さんたちの朝礼です。最初700人からいたのが、今では400人、1週間で半分ほどに減りました。考えてみたらきつい学校です。まず最初は駆け足から。この歌に聞き覚えありませんか。そうです、黄色いリボン、粋なもんですな。もっともいい調子で歌ってると後がつらいですよ。これと聞いただけでゾーッとする人いませんか。懸垂、きついですね。これはち
ちょっとでも怠けているとお前もいっぺんやり直し、すぐ皆先生の声が飛んできます。それもう一回、それ、あきません。続いて柔軟体操です。Position of attention. Move. Ready. Move. On the command of assemble to the front march, I want to hear a mighty airborne. I want you to move quickly. Assemble to the front. Four. Airborne. The command on back. Parade. Four. Well up above the bar.怠ける者には厳罰を、間違える者には指導、そして体力の限界を超えた者は早く見つけて病院へと。先生たちは文字通り鬼軍曹ですが、生徒への適切な指導と生徒の安全には大きな責任があるのです。さて話変わって、ここは基地内のお台所。どうやねこの頃飯の住み具合は。すごいもんやね、あっという間に皿空っぽなので。そりゃそりゃ無理ない、あれだけみんな体を動かしてんね。もう今や昼食の準備は最終コースです。何人前作ってるんですかと聞いたら怖い顔をされました。それは軍の秘密です。お腹すいたよ、飯食わせ、腹減った、飯食わせと言っているのではありません。腹の筋肉を揉みほぐす体操です。こうして十分揉みほぐしたところで、生徒さんたち午前中最大の難関、マラソンレースが始まります。平らなグラウンドだけではありません。坂あり谷ありの難コースです。先生のリードで落下傘舞台の歌を歌ってます。3週目4週目になりますと、歌っているというより叫んでいると言った方がいいでしょう。あるアメリカ人が言っていましたが、あの3週間余計なことを考えたらダメ、バカになって風呂敷を頭からかぶってまっしぐらにすまんたか。後から考えてみて、あの3週間よう過ごしたもんやと思います。そして生徒さんたちの頭の中にチラチラするものはこれです。しかし生徒さんたちは3週間ですが、ヘラ先生はずっとです。タフデス先生はいくつでしょう。先生に聞いてみました。先生おいくつですか。ちょうど30です。さて生徒さんが昼休みを切った後、わずかな時間を利用してヘラ先生はセルフトレーニングに励みます。すべて自分ができるものを相手に教える、どのくらい辛いものかを自分で知ってから教える、これでなくちゃいけません。
やがて先生も昼休み。今日は奥さん子供さんたちとデートがあります。もうお待ちかねです。これが長男のボビー君、長女のスーザンちゃん、次女のウェイディンちゃん、三女のダイアナちゃんと奥さんのシャーロッテさんです。ヘナ先生、昼休みを利用して今度は家庭サービス。考えてみたらこの先生ちょっとも暇はございません。基地食堂は安くて美味しくて栄養があって、おまけに作る手間がいりません。もっとも子供に食べさせる手間、これはどこでも同じことです。楽しそうなランチのひとときです。やがて奥さんのシャーロッテさんがおもむろに次の予定を切り出します。ねえパパ、 PX 覗いてみない？あそこ高いよ。でもってなわけで、ヘナ軍曹、基地の中で最も怖い PX を訪ねる羽目になりました。PX は基地のいわばデパート。ここが安いというのは一般論で、比較的高級品が比較的安く買えるというだけのこと。したがって安く安く買おうと思えば、町の方がずっと安くつきます。ダメダメ、そんな高いものはダメだって。うちだもんパパね。一方、奥さんの方も買うものは買って、昼休みの時間切れ寸前に旦那さんを釈放します。ああ、これやから PX は恐ろしい。さて、午後の訓練が始まりました。これは着地訓練です。パラシュートで地面に降りたとき、かかと、腰、背中の順序で転がります。確認して、準備、行け。皆先生の掛け声でみんな砂場辺になって転がります。かかと、腰、背中、手はしっかり握って顔の上に。これを完璧に覚えていませんと降りた時怪我をします。何しろいくら大きなパラシュートがあっても、地面に降り立った時は10メートル上から飛び降りたほどのショックがあると言われています。続いてこれは飛行機から降りる訓練。1,000、2,000、3,000と掛け声をかけて飛び降ります。実際に高いところから飛び降りるとき、誰でも怖いです。そこでこんな掛け声をかけて、思い切って運を手に任せるわけです。お次は背中に紐をつけて飛び降ります。この落下傘学校は入学してから卒業するまで3週間、期間はなるほど短いんですが、入学した時700人の同期の桜が、卒業する時には250人ぐらいになると言われてます。ですから3人に2人は落第するわけです。生徒さんは飛び降り、先生は細心の注意を払って命の綱を整備します。
1965番、前の積み方のトラ、足をまっすぐつけて手をしっかりと張れ。うん、分かった。ハッパーをかけられたこの人は先生も知りません。この学校では手つかむとと胸の番号だけで扱われるんです。勤務表定は完全上実なしです。基礎訓練の最終はパラシュート等からの降下です。本物のパラシュートをつけておよそ180メートルの塔からふわりふわりと飛び降ります。80メートルの塔から、下ではヘラ先生らが元気をつけます。パラシュートが開いているぞ。着地の時が問題です。かかと、尻、それ背中で受けて、ご本人にそんな余裕はあらばくそ、あっという間に降下しました。大丈夫か、起き上がってみ。呼びとも伝えずこの生徒さん足を折ってしまったらしいです。わっしょいわっしょいと声をかけ、手拍子を打ってパラシュートを準備します。そして順番に当たった生徒さんを宙吊りにします。下から見ますと実に気持ちよさそうに見えますが、ご本人はそうでもなさそうです。神様、仏様、仏様、アメリカに仏様あったかな、どうでもいいです。神様、仏様、無事地面に降りられますように。午後4時、生徒さんたちはまた行進します。どうやら生徒さんたちの出ていた顎は引っ込んできた様子。ところで着いたところがシャワーを浴びるところ、みんな服を着たままシャワーを浴びます。一列になってゆっくり歩け。これは昔日本でも記者だろうにこんな風景が見られました。そしてあんまり変な声を出すと、こんなところで罰の腕立て伏せをさせられます。ですからちょっとも油断できません。ともかくも生徒さんはこれで今日はおしまいなんです。おしまいでないのがヘラ先生。がらんとしたグラウンドの中でたった一人また訓練を始めております。先生というものは実に厳しいもんです。もう誰も私を教えてくれるものはない。放っておけば体がなまってくる。
そこで先生たちは暇を見ては自分で自分を鍛えているのです。私たち芸人は背中に汗をかくと一人前と言われています。この先生の背中は汗と泥でいっぱいです。ここは基地の町コロンバス市。行くこと30分余り。このトレーラーがヘラ軍曹のお家です。ここも住宅なんです。夕食も済んでヘラ軍曹一家だんだんのひととき。鬼より怖いと言われておりますヘラ軍曹も家庭ではソフトクリームに砂糖をかけたみたいに、これは甘いですわ。時にヘラ軍曹、あなたはなぜ軍隊に入ったんですか。それは国を守るためです。そばで奥さんが、いいえ、私と一緒になるためよ。軍曹途端に赤くなりました。詳しいことは知りませんが、好きな人と結婚するために軍隊勤めとはまた楽しいもんじゃございませんか。そもそもアメリカの軍事力は、なんという議論をヘラ軍曹や我が愛すべき学科山学校の生徒さんに吹っかけてはいけません。この人たちは訓練のことしか考えておりません。この人たちは命ぜられたことをちゃんとやっている。そしてそれが愛国心につながると信じています。苦しいことも悲しいこともじっと耐え、訓練に励んでいるんです。この生徒さんたちは明日の大空にパッと白い花を咲かせることでしょう。先生も生徒さんもただその日のために訓練、また訓練の毎日を送っているんです。大統領のジョンソンさん、お願いします。この人たちの幸せな将来をほんまにほんまに頼ませ。